臓器の紅葉するものとあと実がなるもの、でおすすめのものをちょっといくつか、はい、紹介してもらおうかと思っております。でまず最初が山もみじですね。山もみじ、はい、まあ普通のもみじですね。まあ紅葉といえばもみじ、ね、まあ、紅葉って書きますもんね。はい、四季を楽しむっていうのが分かりやすいというか。そうですね、うん、葉内も葉内で一生懸命枝を作ると、冬場でもね鑑賞できて、綺麗なんですけどね、ま、回しますじゃあ回していただいて、まあ、ポピュラーなって感じですよね。はい、はい、ありがとうございます。カエデ科の仲間。カエデ、カエデですね、今言うね、カエデ、はい、葉っぱが3つ、ね、3つ、はい、東カエデ、ね、東カエデ、はい、中国から渡ってきた、ね、中国のあの唐ですか。そうです、はい、随分昔ですけどね、平安とかその時代なんでしょうけど、うん、まあこれも紅葉が綺麗な、紅葉綺麗ですね、うん、イメージです、はい、パッキリと濃い、濃い赤になりますね。濃い赤。時期的には何月ぐらい。そうですね、まあ、この辺ですと11月終わりぐらいから。11月終わり、はい、まあ、そのタイミングでまた来れたら。そうですね、赤い実、リンゴとかの仲間で、カイドですね。カイド、はい、まあ、リンゴの仲間なんでちっちゃいリンゴみたいな感じでね、うん、こう垂れ下がってますけど。かわいいですね。実が酸っぱいんでズミとも呼ばれてますね、はい、いろんな品種があります。花がいっぱい咲くんでリンゴの種付けなんかに使ったり、はい、しますね。紅葉はしない。紅葉は、まあ、ある程度しますけど、まあ、結構すぐ落ちちゃいますね。なるほど、はい、まあ、実を楽しんでもらえれば、ね、ちなみにモミジカエデって結構強いじゃないですか、はい、これもやっぱ臓器系はみんな強いんですか、その環境に。まあ、そうですね、この辺に生えてる木はほぼ強いですけどね、はい、まあ、よく高山性とかはちょっと弱かったり、はい、よく南方系のものをこっちに持ってきたりすると冬場弱かったりとかっていうのがありますけ ど、はい、この辺に生えてる木は基本強いですよ。へ、はい、怖いですね。葉が結構大きい。そうですね、リンゴとか、まあ、実がちっちゃいから余計際立っちゃうんですけど、うん、なるほど。ちょっと綺麗に作ると可愛らしいのができると思いますけどね。はい、種付け用です。これはこれはピラカンサス。ピラカンサス、はい、まあ、これも華やかですね。ラテン語ですけどね、そのまま学名のまま呼ばれちゃってますけど、はい、じゃあこれも海外から。そうですね、もともと中国にあるのは橘もどきっていって、はい、オレンジ色で大きい意味で葉が太いんですけど、はいはい、これはヨーロッパ方面から来たやつで、日本名でいうと常盤三差しだったかな。トキワサンザシって言って、葉っぱが細くて実がちっちゃい赤い実なんですよね、はい、へえ。うちで増やしたりしてるんですけどね。かわいいですね、これ。すごい綺麗、うん、これも挿し木なんかで増やしたりして、へえ、はい、針金かけたりしてね。なんか庭木でも良さそうですよね。庭木でもそうですね、うんうん、掃除が大変か。いや、でもそんなでもないですね。あ、そうですか、はい、バラ科なんでね、結構挿し木なんかも本当につけやすかったりして、はい、実ができるのはやっぱ夏終わってからもできるんですか、この今この状態ってことは。そうですね、まあ、要は春に花咲いて、春に花が咲いて、はい、実が大きくなって今色づくって感じですね。だいたい秋口ぐらい。そうですね、はい、冬の間も。そうですね、これ長持ちしますね。長持ちする、はい、じゃあ本当に見てていいですよね、うん、そうですね、実がまずいんだが鳥があんまりね、最後の最後まで食べないですね。あやっぱ外国のやつだから口に合わないのかも。わかんないですね、美味しくないけどね、うん、ちょっとタッパタッパ作って。長寿梅ですね。長寿梅、これは年に何回も花咲くんで、はい、おすすめ時がいっぱいありますけど、うん、秋は秋でまた花が何個か立ち上がってきてますよね、これ膨らんできてるのが実なんで、ね、もっと大きくなって黄色っぽくなると熟していい匂いして美味しそうな匂いしますね。お酒につけてリキュールみたいにしても大丈夫です。ああ、そうなんですか。梅じゃないですよね。梅じゃないですね、ボケの仲間ですよね、同じバラ科ですけど、はい、長寿梅も結構人気じゃないですか。人気ですね、やっぱり花がいっぱい咲くのと、うん、まあ、繁殖するのもね、挿し木とかですぐ増えるんで。長寿梅も本当に立派なこう枝が混んでるやつが欲しいなって思うんですけど、はい、これは
値段って大体このそうですね、長寿梅はやっぱり古さと、はい、あの枝の細かさとかなんで、そうですよね、このクラスになるとね、はい、560とかしてくる560です。でちなみにこれって今何樹齢はどのぐらいなんですか。いやーどんなもんですかね。難しいですよね、はい、要は長寿梅買ってきて、はい、どのぐらい経てばこのぐらいまで、このレベルはかなりきついです、はい、かなりきつい、はい、でもうちょっと育ってるやつ買ってきて、はい、死ぬまでに作っていくみたいな、そうですね、感じになるのかな。この県外風情にするとどうしても下枝が弱ってくるので、あ、なるほどなるほど、それでこの肌がね今濡れてるから黒っぽいですけど、はいはい、年月経った古さが出てるんですよ。うん、やっぱこういう感じになってくる、そうですね、長寿梅をぜひ育ててみたい。そうですね、まあ、古いやつでちょっと弱ってるやつだったらね、はい、1万ぐらいで出回ってるかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、それを一生懸命直せば、直してってことですよね。直せばまあこれね、どこ飾っても恥ずかしくないみたいな。うん、この鉢はあれじゃないですか。はい、この鉢は、あ、そうですそうです、宿法です、宿法です、はい、はい、いい、いや、いい鉢をですね、宿法を見て分かるようになってきます。あ、そうですか。あんまり見ることはないね。美男カズラっていう木の。美男カズラ。はい、実ですね。まあ、ボコボコして気持ち悪いですね。なんか不思議な形状ですねこれ。ワンピースに出てきそう。ね、悪魔の悪魔の実的な。一個が種になってて果肉になってるんですよね。この真ん中の部分は。なんすかね。なんすかね。なんすかね。それ。これが膨らんでくるんですよね。ボコボコ。さくらんぼみたいな感じですけどね。生薬にはなんのかな。朝鮮ゴミ紙とかの中山なんて、なんかには使ってたと思うんですけどね。美男カズラ。樹液をこう揉むとベタベタするんですよ。はいはい。それを昔整髪料にしたらしくて。へえ。あ、匂いもいいんですかね、じゃあ。匂いはどうですかね。スタちゃん。これももっと真っ赤になりますね。ああ、こんなような色に全体が染まってきます。これどうなってる。今なってる。これちょっとね、半剣外風になってるんで、葉落ちなきゃ分かんないですよね。そうですね、葉っぱでかくてね、夏越しが大変。実もなってます。紫っぽい。へえ。もう黒っぽいですね。梅もどき、もちの木の仲間ね。もちの木か。ちょっとこうやるとベタベタして、鳥もちじゃないけど鳥にすぐやられます。これ美味しいところですね、実が。ね、幹は結構太い、うん、葉が大きいのが結構多いですね。そうですね、なかなか細かい品種もありますけどね、うん、葉っぱが大きい方が元気なのはありますけどね。まあ、さっきのズミの今度は黄色いバージョンですね。ズミかカイドウですね。へえ。黄色い実ですね。ちょっと珍しいっていうか、実は確かに黄色いですね。まあ、チルメンカズラなんかも今本当は常緑なんですけどね、あの秋になると霜とかに当たると真っ赤に紅葉したりするんですけど、半落葉樹ちゃんと室内に保護すれば一年中緑のまま保ってますね。はい、まあ、コナラ、コナラ、コナラ、いわゆるどんぐり。あ、どんぐり、はい、ちょっと大きいどんぐりですね、コナラちゃん。色づいてきました。でも紅葉、いい紅葉しますね。オレンジ色紅葉な、なかなかね、大木だから遠目でしか見ないかも。そうですね、近くで見ると綺麗な。うん、カリン、でか、カリン、実がでかいけど、これはちっちゃい方ですけどね、赤く紅葉します。なるほど、下の包装が入る。実がちっちゃい方ですけど、見分けだともっとこんなでかい実がなったりします。食べれるんですか。あの、つけたりしてね、あの、のど飴とかになってるような。カリン、これ自体で食べてもあんま美味しくないですね。味も何もない、いい匂いするだけで、はい、ここもね、肉厚で綺麗な紅葉します。紅葉もいいです。幹肌もちょっと変わってて、はい、意外と人気ですね。そして丈夫。これも色づいて、そうそう、もう色づいて、まあ、結構早く色づくんですけど、イワシデっていう。あ、イワシデ。はい、ソロとか、朝鮮ソロとかっていう。へえ、はい。昔はソロソロ、ね、超ソロ超ソロです。かっこいいですね、これ、幹も。そうですね、幹がもう、幹肌が出てきてますね。結構古いですね、年月経って、木ですね。まあ、イワシデっていう名前だけね、あってね、岩場とかに生えてて、うん、幹も
ゴツゴツしてね、結構面白い。これもオレンジ色から赤っぽいような。ああ、こっから、はい、色になってきますね、うん、いや、いいっすね。悪い時は黄色いまま落っこっちゃったりする場合もありますね。ああ、うん、環境によって。なるほど。コバのズイナ、ズイナってね、ズイナ、ズイナ、ズイナ、5月ぐらいに気温も伸びてブラシみたいな花が咲くんですけどね、はいはい、黄色っぽいクリーム色の 5月に、はい、でこれは冬は冬で、これも半常緑樹みたいな感じで、はい、花が結構長持ちして真っ赤になってね、紅葉木っていう名前もついてるぐらい紅葉が綺麗です。なるほど。真っ赤な、もうちょっと色ついてきてますけど。そうですね、もうついてきてますね。これが全体にバーってきて、ちょっといっぱいありますね。いっぱいあります。これもそうだ。これカエデ。カエデですね。カエデ。このモミジのシシガシラ。ああ。これ沖縄の、これから花が咲くね。ヒメサザンカ。ヒメサザンカ。いい匂いがする。へえ、うん。ついでに実がなってますけど。ツバキタカの仲間と同じ仲間です。これが梅もどきの実がちっちゃいバージョンですね。胡椒梅もどき、胡椒梅、胡椒梅って呼んでますけど、はい、こんなちっちゃい実です。さっきの、はいはいはい、葉っぱがでかくてちってたやつの実がちっちゃいバージョンです。これちりめんかずら。ちりめん色こんな感じになるんですか、ね。はい、そうですね、冷えてきたりするよね。もっと高くなりますけどね。結構鮮やか、はい、これは毎年寒さに当てて葉っぱ振っちゃってますけどね。すごいな。まだ入り口なんですよ。これ多分相当時間かかる感じですね。雑木は結構ありますね。雑木はそうですね。紅葉見物、はい、この時期は雑木の季節ですね、はい、何でもあれですよ。不要園さんにその紅葉を見に来るとしたら、はい、どのぐらいの時期がおすすめですか。11月下旬ぐらいが大体多いですかね。11月の下旬、はい、まあ、年によっては12月になってから紅葉するのもありますけど、その頃になっちゃうと仕事の都合で葉っぱ取っちゃったりしてね。なるほど、はい、紅葉見れなかったりもすると思うんですけど。そうか、じゃあ11月の下旬ぐらいから。そうですね、まあ、身の回りの木が紅葉しだしたらと思えばね。うん、まあそうですよね、はい、これでもこんだけの数が紅葉したら壮観ですよ。樹種によって、はい、そうですね。ちょこちょこ来るのが一番だね。ちょこちょこ来て、はい、いろいろ買っていくのが一番です。見るのはただ見るのはただです。ですじゃあそんなとこですかね、はい、ちょっと数が多すぎるの で、ね、はい、この辺で小分け小分けで。雑木もね、やっぱ魅力的なんですけど、どこから手出すのかっていうのが結構あるんですよね。はいはいはい。まあ長寿梅とかなのかな。そうですね、まあ、好きなのが一番ですよ。そうですね、もみじ、かえでと長寿梅は家にあるんですけど、はい、そうですね、変わったのが好きだったりね。変わったのなんだこれっていうのか、ね、じゃ最後沖縄のやつ見せてもらってもいいですか、はい、あっちの、なんかあの辺もありますよね。ちょっとあれでも紅葉しないのか。この辺も可愛いんですよ。そうですね、はい、ハリツルマサキとか、ね、でもこれ花、花ですね、実もなりますし、うん、この辺の小さいやつが結構お気に入りで。磯山椒、磯山椒これ好きなんですよね。まあね、ぷくぷくして、はい、結構流行った。流行ったんですか、はい、なるほど。じゃあ何だろう、沖縄系とか海はそんなもんですかね。そんな感じですかね、うん、でそんな感じで、はい、見物、紅葉、はい、などのおすすめを教えていただきました、はい、で11月ぐらいに来ればいいあれが見れるですね、ということで、はい、はい、ぜひ皆さんお越しください。ありがとうございました、はい。